はい、皆さんこんにちは。オリオンこと上村のりおです。今日は、自分のレッスンしてて、思うことをお話ししたいなと思うんですけど、11月24日にボイスラボの発表会があるんですけど、それに向けて、それに出演される生徒さんは、いろいろ歌の練習をするわけなんですけど、その発表会をするたびに、やっぱそのボイストレーニングとか、あと歌とかをただやってるのと、やっぱ発表会に向けてこう練習するのってだいぶ違うんですよね、やっぱり。それはね、その普段自分でライブとかこうステージを持ってる方っていうのは、発表会よりもよりリアルにこう自分の表現する場っていうのを持ってると思うんですけど、そうじゃない方は結構多いんで、その発表会っても人前でなんとか自分の歌をこう恥ずかしくなく、できればかっこよくその歌いたいってなった時に、そのただこう発声をどういう風にしたら出しやすいかなとか、どういう風に歌ったらいいかなっていうことを、超えた何かにこう、行き着くというかね。それで発表会をして練習していくと、どんどんその瀬戸さんの声とか歌が変わっていくのがすごい好きなんですけど、それであと1ヶ月半ぐらいなんで、その生徒さんもどんどんやっぱりなんかいい感じになってるんですよ。だからレッスンが楽しいんですけど、そのレッスンやっていく中で、その僕のレッスンって、そのボイトレの動画見てくださった方とかは分かると思うんですけど、やっぱここ交代なさいとか一切言わないんですよね。前回その例えば何にもしんどいてくださいって言った人がいて、でその時はすごく良くなって、で何か一個クリアしちゃったんやけど、でその次にこうそっからもう一歩先どうしたらいいか分からへんってやっぱなってはったんですよね。でそのラララララみたいにしたら、そのラララっていうのよりはなんかこうすごく聞きやすいっていうか、で自分の気持ちに嘘ついてへん歌になってたけど、こうするとどうしても強く歌えへんっていうか、強く歌おうとするとそこで嘘になっちゃうみたいな、だからこうなんかの枠の中に閉じ込められた感じになっちゃうみたいな、でそこでもうね、こう何にもしないとかもうどうでもいいんで、ドリアって言ってくださいみたいな、言ってることちゃいますやんってなって、でもやってみるとプワッと出ていくんですよね。だからこれタイミングとかあると思いますね、やっぱり。でそのみんなこうその歌を歌うっていうのに対してどういうふうにこうエネルギーを注ぐのかっていうのが分からへんから、やっぱり思い切っていけないんですよ。なんかこう枠の中に閉じこもっちゃってるっていうのは結構あるんですよね。で全然別の方とかやったら、すごい上手な方がいて、上手に歌は張ったんですけど、僕にはまだちょっと物足りひんなって思って、で今の歌はすごくいいけど、やっぱちょっとバーンと胸に来るところまではまだ来ないと思いますって言って、でその例えば1番2番大サビみたいなのがあったら、1番静かめに歌ってると思うそれはって言って、で2番になってちょっと盛り上げて大サビですごくガンってやってると思うけど、それではあかんって言って、1番からフルでいってください、でちょっとじゃあ僕見本見せてみるねって言って、その歌った時にもう1番からマックスなんですねって言われたんですよ。でその1番でその例えば糸とか言ったらなーぜーっていくわけじゃないんですよね。それはもう声張り上げてるだけなんで、でもそのなーぜーってやったらこう引っ込んじゃってて、何も表現したいことない状態になってるじゃないですか。そのなーぜーってちっちゃい声でも気持ちはマックスじゃないとあかんから、それが上手にできるかどうかっていうのを考えちゃうと絶対ちっちゃくまとまっちゃうんで、もう全部重くそいけばいいんですよ。でもその中でやっぱやりたいやりたくないってやっぱあるから、だからこう最初からこう全力でいくことで次ももっとこういきたいっていうのが出てくるんですよね。
最初になぜってまとめちゃうと形をどんどん考えていっちゃうから、うまく歌おうっていうのになっちゃうんですよ、うん、でそういうのってこうやっぱ人の心を動かないんですよね、うん、綺麗な形でなぜ巡り合うのかをってやってもう最後まで見えちゃうんですよ、どういくのかが、うんうんうん、でもなぜっていうのが気持ちを込めてやるとなんかこうあこの人の気持ちを聞きたいってやっぱなるから、うん、だからその気持ちと声がリンクするところをバーンってお客さんに投げていくっていうのがねやっぱすごく大切というか、うんうん、でまあまた別の生徒さんだったらそのなんか歌っていただいて、まあ、もっと出してくださいって同じこと言ったんですけどまた別の生徒さんに、うん、でやったら、まあ、その生徒さんがなんかもうすごい世界的な大スターみたいな感じですねって言わはったからそうなんですって言って、うん、うん、なんか自分でその一素人の歌い手みたいに別にちっちゃくする必要がないっていうか、うん、別に無理に大きくせんでいいんですけど、なんか歌いその世界的なすごい人っていうのはもう自分100でもお客さんと向き合えるわけですよ、うん、うん、まあいろんなタイプがあってちょっとわざと作ってる人もいるとは思いますけど、それでもやっぱ自分なんかをオープンにすることでお客さんとやっぱりつながれるから、そうしんと多分魅力って出ないと思うんで、ただその自分の中であ私素人やしとかまだあの歌あんまりあまだちょっとあのミックスボイスもできへんしとか、あ音程がもうちょっとしっかりしてからとかすると出るもんも出ないんですよね。もう音程外そうが高い声出なかろうが私の歌を聴いてみたいな位置に行くと何かがやっぱ出てくるから、うそうしたらそのそうせなあかんのじゃなくて、あ次じゃあこう歌いたいって出てくるんですよね。出すことで初めて次も見えてくるっていうか、うん、なんかこうまとめようとしちゃうとダメっていうか、うん、っていう感じなんですよ。なんか今喋ってて人生の一緒やなと思って、だからこうやったらうまくいくかなとか、あこうしてみようってしてもまあプチ成功とかやっぱうまくいかへんかったりとかそんなもんかなと思うけど、もう俺これやるってもうとりあえずやってみろバーンってやったら、やっぱ次が見えてくるのかなっていう気が自分に今返ってきました。またやっぱりもう全部返ってくるねやっぱそうなんですよ。でこのそこの立ち位置に立つことが多分やっぱ難しい。そうですね、でそれはやっぱりこうね、その初めてレッスン来はった人にもっと全力で行ってって言ったら大声出すまで多分終わっちゃうと思うんで、でそれは発声的にそれが必要だったらそれでも構わへんけど、もっともっと力抜いてくださいってところから始めた方がいい人の方が多分多いと思うんですよね。だからどういうふうにその歌と向き合えるかっていうのはやっぱ感じて、そのタイミングでもっともっと思い切ってくださいっていうのがね、その人の中でもっとその人の中での自分のものにこう向き合えるようになってきた時に自信持っていってほしいっていうふうにしたら出てくるっていうか、そういうのがね、昨日とかも何人もそういう感じがあったし、最近そういう感じで歌がその人の魅力が出てくるなってきて、もう楽しいんですよね。もうありがとうと思いながらやってるんですよ。こういうのもこういう風な歌を歌える人がやっぱ発表会でとどまるのはもったいないなってすごくやっぱ思うし、その本当にねプロの人が何千円ってお金取ってそれでもわーって感動させるっていうクオリティまではやっぱりそれはまだ難しいかもしれへんけど、こういう人たちがそういうすごい歌を歌うってなったらやっぱなんか歌ってもっと身近なんやなってなるし、あ私もできるかもとか、だからそのあ私もうちょっと書いてみようかなとか別のこととかでも、やっぱすごい人がすごいのやるのもすごいけど、普通の人がすごいことやるのもすごくいいなと思うんで、うん、そういう風にどんどんなっていきたいなと、
思いました。はい、何かそれいいかな、これでそんな感じです。はい、はい、では、オリオンこと上村のりおとその